路線ズムンバイ近郊鉄道は、インド国営のインド西部鉄道及びインド中部鉄道が運営する鉄道路線4路線である。路線長は303キロで直流 1500V、または交流 25000KV であり、架空電車線方式での電化がなされている。機間は後期1672ミ、mm、リメートルである。日約694万人の利用者を有し、 インド国鉄全体の1日の旅客の過半数を占める。世界の都市鉄道の中で最も高い輸送密度を持つものの一つである。同鉄道の列車は一般にはローカルトレインまたはローカルと呼ばれている。ムンバイ近郊鉄道は1853年イギリスの建設により開通しアジアで最も歴史の古い。最初の開通は ムンバイターネー間の34キロである。ムンバイの都市交通の輸送シェアは、鉄道48%、バス40%、自家用車12%となっている。利用客が大変多く、再混雑時には給料編成の電車に5000人以上が乗車し、1平方メートルあたり14から16人の乗客が立っている計算である。このため死傷者も後を絶たず、 別のホームへ移動するときに、古戦橋を使わずに線路を横断して、通過列車と衝突、混雑を避けて天井に乗車したときに、河川で感電、ドアや窓に捕まって乗って転落するケースもある。また、線路を歩いていて跳ねられるケースも多い。ムンバイの路線だけで1日平均換算で2007年には12人、2008年には17人が死亡している。また、慢性的に、 鉄道施設は人が集中しており、テロリストの標的となることがある、ムンバイ列車爆破事件の項を参照。ムンバイ都市交通プロジェクトとして、世界銀行の協力を得て、総額452億6000万ルピーの投資計画が進められており、列車の増発、複々線化、スピードアップ、新型車両の導入等により、輸送力の増強と混雑緩和を目指している。 関巡りコ論、ロン、5歳を、列車から投げ出す2010年12月10日閲覧、ムンバイメトロポリタンレギオンデベロップメントオーソリティ、サイト。ありがとうございます。